で、ちょっとブブさん、携帯どこにある？シーロケットキュウリ。あ、見たのラッピー。はい、サラちゃんが2本撮りで YouTube に出てくれるっていうか、そんな出てくれるなんて言われてないんだけど、ありがとう、進行させていただいてます。はい、ありがとうございま す, います。質問コーナーでーす。うるさいって言われた。ごめんね、おばちゃん、ちょっとうるさくて。はい、じゃあたくさん来てます、こうやって。はい、ありがとうございます。お気に入りのアクセサリー3つ教えてください。うるさい、うるさいな。はい、次。ごめんなさい。来年30歳になります。精神年齢が低いので、30代になるのは怖いです。30代はどうですか？年を重ねるごとに楽しくなってる。怖いっていうところの根本にあるのって、20代のうちに結婚しなきゃとかさ、なんか擦り込みがきっとある。そうそうそう、子供を産んどかなきゃみたいな。あと年齢がいくといろんなところに支障が。でもさ、気になったら別に治せばいいじゃん。今医療発達してるし、怖がる必要はない。怖がる必要はない。ない、楽しんだ方がいい。超楽しい。何歳？30何歳？今年35？今年36？ 5？ 5とか6とか、どなんか。まあでも30代も慣れて。そうだね。でも最初は2、30代嫌だなとか思った？それもなかった？なかったの。なんか大人になっていけばさ、なっていくほどさ、余裕は出ててるじゃん、考え方とか、なんか起こった時とかに対処の仕方とか。テンパらなくなる。まあそうそうそう、テンパるけど、また来たかぐらいの感じ。そうそうそう、楽しみだもん。50とか60になるのがめっちゃ楽しみ。だって、子供について怒ってしまうことはありますか？心がけていることを知りたいです。おならを知りたい。こういうタイミングですかね、怒ることはね。嫌だ。でも全然サラ怒ってなかったね、今日も。あんまり怒んないね。なんかサラの性格だよね、それは。かもしんない。なんか別にいいじゃんって思っちゃうから、あれだけど、あの迷惑がかかることとかは怒るけど、でもそれって大人の事情だから。まあそれもね、大人。だから子供は子供でいりゃいいんだよって、ね、自分の都合だったりね、自分の時間に追われてることだったりとかね。そうそうそう、そういや怒るときあるよ、そりゃもちろん。でも早く靴履いてよとか、もうランドセル早くしちゃってよみたいなこと言うけど、あーって思う。あー言っちゃったみたいな。あ、言った後、ごめんごめん。優しい。子供は子供ですから。はい、わかりました。二拠点生活どうですか？東京には家持ってないんだけど、ホテルに泊まったりしてて、ただこう今の時代どこに住んでても仕事できるじゃない。できるのよ。だからわざわざ密集してるとこにいなくていいかな。二拠点できるんだったらした方がいいね。サラとかはさ、モデルだから、じゃあサラのスケジュールに合わせてとかってこっち側ができたりするし、今日とかもさ、じゃあ何曜日がいいですみたいなことを言ってくれるから、それでできるもんね。できる、だからそういう職業をちょっと選ぶ必要があるかもしれない。もしかしたらそのサラリーマンだったりした人は。でもね、結構コロナになって、こう会社が通勤のお金を今までよりさ、多く払ってくれる企業が増えたの。で、結構ね、小田原とか熱海とか、逆に長野とか、結構ね、家族で移住した人めっちゃいっぱいいて、だからそのお金の中で、だって週に何回しか来なくていいですよとかね。そうそうそう、リモートでね。それってもう元に戻んないじゃん。こっちでいいじゃんって なるからね。会社だって効率がいいじゃんとかね。そうそうそう、別に会社本当だったら持たなくてよかったじゃんとかさ、いろいろなんか多分こっちの経費こっちでいいじゃんとかね。そういうの出てくるから、まあ思い切った行動もいいかも。ちょっと待って、サラはコロナ関係してるの？言ったのは関係ない。あ、してる。あ、してるんだね。なんか結局ほらさ、外で遊べない子供がとか、学校が休みになっちゃうとか、離れるとさ、もうちょっとやっぱ人口も少ないから、結構緩くて、今私が住んでるところはコロナの方が一人もいなくて、だからなんかそういった意味ではほら、学校も通常通り行えるし、外でも遊べるし、っていうので、もうちょっと小学校の6年間は移住しようって決めて。あ、じゃあとりあえずは6年間ってなんとなくざっくりは
座組があるんですそうそうそう、そのままいるかもしれないけど、まあ、ほら、なんかもし勉強めっちゃ好きになったら、うん、中学校で受験するかもしれないし、うん、なんかそうなったら別に戻ってくればいいやみたいな、うん、どこに定着するっていうのは決めてない、うん、ストレスになるから素晴らしい。なんでそんなに可愛いんですか。私も思う。そんな質問されたら困るよね。困らないか。そのレベルになる。お父さんとお母さんの感じですね。本当だよね。めっちゃ可愛いんだけど、あと年齢を重ねて、いい重ね方をしてるこう皮膚感だったり表情だったりとかっていうのがすごく感じる。昔はね、いっぱいいっぱいだったね、自分に。表情もなんか笑えなかったし、昔ね、ほんと若い子、10代の頃は笑ってる写真多かったけど、20代入ってくると、まあ、カッコつけたいとかさ、カッコよく見られたい。私多分サラのこと10代から知ってるんだと思う。多分知ってると思う。うん、知ってる。そうだよね。20代は、なんかめっちゃ自分を作ってた。こういう写り方であってほしいみたいなさ。うん。でもそういうの可愛かったよ、全然。いやでも今何もないから。もっと抜けてるっていうか。リラックスして好きなとこを撮ってください。うんうん、どうぞどうぞ。でももともとね、サラはプロフェッショナルだったから、あんまりそういうわがまま言ってるところも見たことないし、うん、っていうのはある。わがままって何があるの。いっぱいあるじゃん。もう帰りたいみたいな、早く してとか。それ私がよく言うやつ。巻いて終わらせようみたいな。でも私さもうこう何ちょっとこうせっかちな人とか結構多いけど、ゆったりしてるかも。結構もともとサラはそうか。色仕掛けを着たらフェロモンが出てる気がします。イエーイ。え、フェロモンをテーマにしてるの。色仕掛けだ。そういうことか。そう、見たからにエロじゃないの、うんうん、じゃなくて手首の骨が見えててエロく見えるとか、はいはい、足首がとか鎖骨がとか、ちょっとボディラインが出てるわけですかね。めっちゃ可愛いよね、あの売り切れてるやつ。はい、美の秘訣。なんだろう。できる範囲でお金をかけること。しっかりやってんだね。じゃあやってる。やってなくてこれではないんだね。じゃあやってるやってる、うん、1ヶ月に1回はちょっと安心した。1ヶ月に1回は絶対エステみたいなとこ、美容の行ってレーザーやったりとか、3ヶ月に1回ハイフやったりとか、手を加えられる部分はこうメスとかは入れないけど、でもさ50、60とかになったら別にメス入れてってもいいけど、ここ切って引っ張ろうかなみたいな。今の段階ではその先のものを緩やかにさせるために進行を、はい、老化の、うん、今できるところはやっとこうかなみたいな感じ。いいよね、それでサラがそんな可愛くいてくれるんだったら。だって自信ついたら楽しいじゃん、人生がね。そう、うんうん、笑う時間も長くなるよね。そうそうそう。朝ごはん何食べてますか。3粒ビタミン剤と、あとなんかパンとか適当に食べてる。え、子供には何かあるの、毎日食べさせてる朝のメニュー。なんかね、最近ハマってんのトルティーヤ。あー、巻くの。お野菜とかも巻きたくないんだ。そのまま食べたいんだ。あー、皮を食べたいんだ。すごいね。とかなんか、その時にあるフルーツとか切って適当にやってる。朝は適当。適当、うん、はい。ドドさんから見たサラの印象。でもさっきも何度か言ったけど、穏やか。あんまりプレッシャーを自分に与えてない感じがする。だから若い時からでもそんな感じだった気がしたけど、それでもあれだったんだよね、自分の中ではね、うん、それがもっと今そうってことだからすごいよね。何でもいいんだよね、楽しくて、うんうん、優先順位がそれなのね。そう、楽しい、楽しいが一番大事。うんうん、まあ大事よね、うん、特にこんな世の中になった時に感じる、うん、そういうことだ。わざわざね、自分に厳しくね、ああだこうだする必要はないよ、はい。子育てのモットーは何ですか。楽しむ。はい。たくさん服やファッション、小物を持つタイプですか。昔はすごかった。いっぱい持ってた。元々おしゃれさんだからね。本当に家のほとんどが服かなっていう感じ、で埋もれてた。そう、服、カバン、バッグ。でも、うん、子供産んでから変わったね、結局さ、どんだけ持ってても、うん、手前のものしか着なかったり、はいはいはい、でその奥にあるものは全部振り回しちゃったりとか、うん、今は4畳ぐらいのウォークインクローゼットがあるんだけど、うん、そこに収まるだけって決めてる、うん、じゃあはみ出るとそれなりに人にあげたり、
リサイクルしてるってことね。ウルフカットにしようと思ったきっかけを知りたいです。なんだっけな、その前はね、姫カットで超ロングだったの。姫カットってここはパツンのやつ、ここがさ、かぐや姫みたいな、確かにそうだった。で、腰まであったんだけど、コロナになった時に、医療関係者の、で働いてる女の人からメッセージをもらって、結局自分がコロナになっちゃったら、周りの仕事場の人たちが死んでしまうかもしれない、現場がね、そう、現場がね、だからスーパーもろくに行けない、髪もろくに切れないから自分で切ってます。だけどお友達からメールが来た時に、今日美容院行ってきたんだっていう写真をもらうと辛くて泣いちゃう。同じ女だし、同じ世代に生きてるのにこうも生き方が違うのかっていうのをもらった時に切ろうって思って、自分で一回切って、おい、めっちゃいいじゃんってなって、でその後になんかまあここまで切ったし、一回ずっとやってみたかったウルフは、でまあ大人になったから似合うかなって思って、それがきっかけでウルフにした。今泣きそうになっちゃった。あんまね、私ね。ほら、悪口言われても、多分いじめられてても気づかないタイプ、だから、なんか多分いいように変換するんだろうね。最高だね、最高。なんか負のオーラを引き寄せないよね、そうすることによると。ドツボにはまらないっていうか、負が本当嫌いなの。もうそれ人生に絶対関わってくるから、0.1 ミリでもずれるじゃん、だからそういうの嫌いだから、もうとりあえず全部こう流す、流すっていうか受け答えするけど、あの面白い方に変える。だったら私もやる。そうかそうか。ねえ、すごい。ダーナーズ大好きです。広島来てください。お、行くよ。行くってよ。何月何日？8月6日。もうすぐじゃん。今日のファッションチェックしてください。ね、これは色仕掛けなのかなと思って、めっちゃ可愛いじゃん。私も見せて。色仕掛けじゃないの。じゃないのね。フィンガリンっていうメンズのブランド。可愛いんだけど。メンズなんだ。そう。の S ってこと？そうそう。さら身長いくつ ？164。いや、私同じぐらいなんだけどさ、同じぐらい、なんか違うんだよね。かわいいですよ、これ。かわいいんだよ、なんか体のバランスなんだろうね。なんかすごく今日も洋服を素敵に着てくれて助かりました。ありがとうございました。はい、ジムとか行ってますか？行ってないです。それはもうその気がさらさらないってこと？ないです。なのに行ってる？私はたまに。いや、というか、なんでこんなぺっちゃんこなの？もともとさ、太らないんだよ。でも、こう、大きくしたいもないの。私とか、ここがガリゴリすぎるから、ちょっと上半身を鍛えようかなとか思うわけ。あ、いや、私ね、8キロ、9キロ増やしたの。わざと。今サイズ。そう、カリコリになっちゃうとね。やっぱね、30、ほら、5、6になるじゃん。そうすると、ガリガリは嫌なんだよね。だから結構ね、今いい感じに。それ食べて増やすの？1日4食食べてた。で、増やしたらもう今はもう。で、今はそれで運動せずにエンダモロジーっていう、こうローラーで肉をゴリ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 ってさ、流すライトを潰そうみたいな。あれを1週間に1回やって、形を整えてから気になったとこは引き締めようかなと思ってるけど、そんなにやたらめったらあれやれこれやれみたいなのはない。ない、もうあのポテンシャルが違うもん。なんかね、もう腰の位置とかが違うから、ピュアに太ってもきっと可愛いんだろうなっていう気がする。あとガリガリでも可愛いんだろうなとか。両親に感謝です。最近ハマってる趣味ありますか？ある。何？趣味？いや、あのさ、色仕掛けで最大物を毎回出してんだけど、ソメスさんが失敗しちゃったやつがうちに今200枚ぐらいあるんだ、売れないやつが。 T シャツ？え、何？ロンティーが。ロンティー、はい。色仕掛けはあの1枚も処分しないって決めてるから、はい、だからその200枚を今全部ぶった切って布造り作ってる。あー、布造り知ってる。そうそう、家の中で履く用の造り。それを今ね、ひたすらこうやって家で自分でやってんの？編んでる。で、それ販売するの？そうそう。最高じゃん。最高です。そのうち
でもこのコロナでこう手作業する時間とかもちょっとあったりとかして、それもなんか結構楽しい、ね、楽しい。なんかね、じっとしてらんないの、うんうんうん、こう家で一日中こうやってテレビを見てるとか、うん、ゴローンって捨てるができないタイプだから、何かしら動かしてたい、うん、でも運動はしたくないから、うん、好きな趣味を、そうね、ネックレス作ったり、こうやって草履作ったりとか、うん、何かしら手を動かしてる。撮影の時何か考えて撮影してますか？ポージングの撮り方とか知りたいです。なんかモデルさんにそんな質問、すごいいい質問ですね、うんうんうん、意外ですよね。考えるのはもちろん考えてるの？もちろん。すごっ。考えてなさそうだけどセンスの塊っていう感じがする。いや、考えてる、うん、服見せなきゃなとか、髪がなんじゃろうなとか。私はモードな撮影の時は、うん、どれだけ曲線美とか、うん、この動き全部の感じが綺麗に見えるかって考えるけど、割とこうシンプルな格好だったりとか、うん、カジュアルな、カジュアルな撮影の時とかは割と動きを止めないのを意識してる。ああ、そういうことね。なんかパッみたいに撮る人いるじゃん、うん、ポージングをする人、カジュアルな服でもね、そういるじゃん、止まっちゃう人。止まってる写真は私あんまり好きじゃなくて、写真をよく見てる人の考え方ですね。そう、なんか止まってる写真か動いてる途中の写真か分かるもんね。そう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 、だからその先が見える写真じゃないと、うん、なんかあんまりモデルしてはあれかな。モデルモデル、なんか結構か自分の見え方がどうかとかじゃなくて、写真と向き合ってるっていう考え方だね。どっちかっていうとこう、自分のこう目がさ、ちょっとあれだなとか、なんなら空いてないなとか、そっちに意識してなくて、なんなら空いてなくてもいいぐらい思ってるってことでしょ、モデルだから意識はカメラの後ろにいる、いつも。素敵だね。サラのさ、ポージング超ナチュラルだから、それなんだね。そういうこう哲学があるっていうのが分かってよかったです、はい、以上、はい、サラ・マーリーの質問コーナーでした。ありがとうございました。